그러지! 경계! 部長のやつびっくりついてこねんじゃねえんですか。いや必ず来る。来てからが楽しみだ。 気づけ、野親分さん、呼び出し通り出てきてやったよ。さ、話し合いをしようじゃないか。俊之介はどうした。その前に私の身内を話してもらおうか。私が身代わりになってやるよ。何？面白い。おい、愛車に。お嬢さん、さ、早く逃げて。早く。このバカタレ、よくもやったな。 お嬢、たっぷり可愛がってやるぜ。どうせのことなら私の体はそこに隠れている岩倉さんに差し上げたいね。